ファーンの生活バーと礼拝堂ロングストーン灯台。ファーン諸島はイングランド、ノーサンバーランドの沖にある島々。島の数は、潮の干満によって15から20かそれ以上である。岸から2 5トルから7 5トル離れており、岸に近いグループと遠いグループの2つに分かれている。2つのグループは、ステープル海峡で隔たれている。最高地点は、 インナーファーン島の海抜19メートル。記録に残っている最も古い居住者は修道院活動によるもので、そのうちいくつかはリンディスファーン島と関係がある。イングランド、アイルランド、スコットランドで離島に修道院を建設したケルトの伝統に習ったものである。名前が記録されている最初の訪問者は聖縁団とセイカスバートである。セイカスバートは 修道のため一人でインナーファーン島に住み、リンディスファーン主教を務めた2年間は島を離れたが、687年に島で亡くなった。セイカスバートは、ケワタガモなどの海鳥の巣を保護する法律を676年に導入したが、これは鳥類を保護する法律としては、世界最古のものであると考えられている。ファーン諸島に定住者はおらず、季節によって、 ナショナルトラストの管理人が滞在しているだけである。彼らが住居としているのは、最も陸地に近くて大きいインナーファーン島の古いピールタワーと、陸地から遠いグループのブラウンズマン島の灯台小屋である。ピールタワーは1500年頃、ダラム修道院長トーマスカステルによって建設された。生活バートの礼拝所の後に600年前に建てられた礼拝堂がある。 最近は、ダラム大聖堂の古い建材を利用して修復されている。ファーン諸島の灯台は、かつては灯台守ルが住んでいたが、現在では無人化されている。古い灯台の建物も残っており、例えば、ブラウンズマン島には2つある。灯台以前は、狼煙台がいくつかあった。島の陸地側の岸壁には、白い部分があり、これを鳥の糞だと思っている旅行者もいるが、 他の場所は、ともかくここは、炭酸カルシウムが堆積したものである。灯台では、長年炭化カルシウムが使われ、その廃棄物が、崖から投げ捨てられていたのである。ファーン諸島の魅力の一つは、グレース・ダーリングとナンパセンフォーハーシャイア号の物語である。グレース・ダーリングは、ロングストーン島の灯台主、ウィリアム・ダーリングの娘で、百三十八年九月七日。 彼女が22歳の時、強い風と濃い霧の中、ハーカー岩で座礁したフォーハーシャヤ号から父と共に9人を救助した。この話はイギリス中で大きな注目を集め、彼女は民間伝承のヒロインとなった。ファーン諸島は野生動物の重要な生息地で、暖かい季節にはシーハウシーズから小型の船で大勢の人が訪れる。 地元の船が旅行者を上陸させることを許可されているのはインナーファーン島、ステープル島、ロングストーン島のみで他の島への上陸は野生生物保護のために禁止されている。時期が良ければ多くのパフィンが見られ人気となっている。インナーファーン島では極ジ差しが人が歩く道の近くにまで巣を作っており近づく人を攻撃することがある。 いくつかの島では食用に持ち込まれたウサギが野生化している。ウサギとパフィンは同じ巣穴を別々の時期に使っており、パフィンは非常に強く、栄像の季節には巣穴のウサギを追い出してしまう。ファーン諸島は約6000頭の灰色アザラシが集まる栄像地としても有名で、毎年9月から11月にかけて数百頭の子供が生まれる。ファーン諸島は カナリーはドレライトの路頭である。もともとはブリテン島と陸続きで、周囲は比較的浸食に弱い石灰岩であったのであろう。周囲の弱い地質の土地の浸食と、最後の表記の後に海面が上昇した結果、切り離されて島となった。ドレライトの岩には亀裂が入っていて、柱のようになっている。そのため島の地形は険しく、場所によっては切り立った崖になっており、 島の外周では20メートル近い断崖に波が砕け散っている。小さい島の多くは裸岩だが、大きい島では下層の粘土と上層のデータンからなる表土によって植生がある。地層が南に向かって登るようにわずかに傾斜しているため、南側の崖が最も高く、北側には砂浜がある。ファーン諸島はバードウォッチングと同じくらい、 スクーバダイビングのポイントとして人気がある。ダイバーに人気がある理由は3つある。ありがとうございます。